もう物心ついた頃から、サッカー選手になるのが夢でした。まあ、18歳の時にプロ1年目に、イタリアに留学したんですけど、まあ、その時にやっぱり日本でこうやってたこととまた違う、まあ、やっぱり世界観だったりとか文化に触れたっていうところが、まあ、ターニングポイントにはなっていると思います。2008年の時に、ワールドカップ予選で、自分が使ってもらえると思っていたところで、直前で使ってもらえなかった時が、まあ、一番苦しかった時期かなと思います。まあ、やっぱり当時日本でプレーしてたんですけど、やはりその海外で、プレーしたいっていう自分の中での目標だったりとかっていうのが、もちろん支えにもなってましたし、やっぱりその日本代表っていうところで、自分がやっぱりピッチに立つっていう姿を常に想像して、まあ、その時期も乗り越えました。一番大きかったのはアジアカップですかね。やはりそのトーナメントの中でも自分自身なかなか納得がいくプレーができなかったりとか、まあ、チームメイトだったりとかチームに支えられながら、まあ結果的に最後は優勝することができましたけど、まあ、そういう自分の中でも納得できなかったりとかこう消化できないことが多い中で、結果的にこう優勝までたどり着けたっていうのは自分の中での大きな成功体験だったと思います。まあ、日本代表ではもちろんそのワールドカップで、前回のワールドカップ以上の結果を残すっていうのがもう前回のワールドカップからの自分の中での目標ですし、あとはやっぱりワールドカップに出続けるっていうことも、まあ、キーパーとして大きな一つの目標ですし、自分の所属チームで言えば、やはり、まあ、4年ベルギーでやってるのが4年目なので、また新たに違う国で、より大きなリーグで日本人のゴールキーパーとしてプレーするっていうのが今の目標です。まあもう日々の、もう自分磨きというか、まあ、もう毎日が、まあ、一つ一つの練習の中でもそうですし、コンディション作りも含めて体作りも含めて、日々のそういう積み重ねでしか未来っていうのは作れないと思うので、まあ、本当一日一日その未来につながる一日に、していく作業は、まあ、いつもしています。まあ、一言で言うと、まあ、生きる、まあ、希望というか、まあ、やはり自分の中で夢だったり目標を持つことで自分のこうまあ、人生もそうですし、一日一日そういった日々がこう輝くそういう魔法なんじゃないのかなというふうに思います。